ちょっと座って失礼します。今日はベルのヘルメットの話をします。サイズ感とかモデルとか話します。なんでエレファントサイクル、エレファントサイクルもめんどくさい、なんで僕がベルが好きかっていうと、単純にかっこいいからです。バイクとか僕車のレースがもう大好きで、この前も知ったんですけど、バレンティーノ・ロッシー、昔に二輪で、ブイブイはしましたけど、今二輪界を引退したか何か、今四輪にシフトしてて、昨日見たらベルヘルメットだったんで、やっぱベルかみたいな。あと僕が今好きな F1 のドライバー、何人かいますけど、ほとんどねベルかぶってるんですよ。ベルやっぱベルだなと思って、グランピー僕7年間勤務してて、その時ベル最初かぶってましたね。思い出したけどベルかぶって、でもベルがアジアンフィットがなくてみんなかぶれなくて、で僕はベルがすごい合うんですよ。最初に買ったヘルメット多分ベルのヘルメットだったと思います。なんかこのシールドがあって、で僕の頭がちょっと特殊で、脳みそがあんまり詰まってなくて、小学校6年生ぐらいから頭の大きさ変わってないんですけど、僕の頭がベルなんですよ。でベルのフィット感の特徴は、ジロで言うとユーロフィットっていうんですか、だからアジアンフィットじゃないんです。でも最近なんかちょっと横が広がったような気がします。だから一般的なジロ、シンセ、アジアンフィットとか、OGK カブトの一般的なアジアンフィットの人は、合わないです、でもそうじゃなくて、僕みたいなちょっと頭がなんか長細いような人はベルヘルメットめちゃくちゃいいんで、ぜひお店に試着してください。今トップモデルの XR スフェリカルというのがあります。まず XR って名前がいいですよね。 XR ってもう僕がもういつか欲しいバイクがあって、やっぱホンダのね XR650R、できれば空冷の、600がいいんですけど、できれば水冷の650が乗りたいなと思って、それはいいんですけど、その XR650 があるわけですよ、ここに、で今白と黒があります。でサイズは M サイズになります。でもう一個ベルのファルコン XR、 これは、ホワイトとブラックがあります。どんな感じか一応試着可能です。あとここにこれなんだろう、これベルのデイリー、だからデイリーっていうと普段使ったりとか、そういう通勤通学とか日常使いに合うヘルメットだ。これはどちらかっていうとちょっと横幅が広いので、ジロの、シンセアジアンフィットみたいな感じの M サイズぐらいです。もう一回、これはちょっと私物中古、もしこれどうしても欲しい人いたら連絡ください。ベルの昔のスーパーってやつかなの L サイズです。これ今ちょっといただいたんですけど、一応僕のもんなんで。でもう一個、一応今ねヘルメットベルがメインなんですけど、一応ジロも取り寄せできます。今日はベルの動画。これがスパーク2ミップス、これマウンテンバイク。もしグラベルライドとかだったらマウンテンヘルメットでもなんかデザイン的に合うから僕はいいと思います。はい、じゃあそれで、じゃあ詳細ね、詳細ベル、これ汚いのこれ、ね、こうもう被るとね、こう汚くなるわけですよ。もうちょっと近くで撮るか。中はこんな感じです。これミップス、ジロだと中に黄色いシートのようなのもあるんですけど、 スフェリカルといって、このこういうここがこう見える動くんです。僕も知ってます。ジロとベルが同じ会社というのを知ってます。今のところ、いっぱい汗かいて、砂とか砂利とかかかっても今のところ何も違和感なくかぶってます。ストラップも調整できるし、あとサングラスかけた時に、サングラスね、白にしようか。サングラスを、あとここがね、これですよ、マグネット式なんです。これ何がいいかっていうと、ちょっとねヒルクライムしてんの、登ってる時なんかここのストラップに汗がついてなんか嫌な時があるんですけど、その時ちょっとここ一回離して、で片手でパチッと
まあ、片手でできるっていいね、こうやって。で、サングラス。ここにちゃんと、こういう、ここに、このね、ゴムがあって、ちょっと滑り止めがあります。全然落ちないです、これ。これが、XR スフェリカでしょ。で、ファルコン。ファルコンも、ここに、滑り止めがあります。かっこいいな。これ、ナミちゃんのヘルメット。ナミちゃん、頭ちっちゃいから、これ S サイズなんですよ。S サイズかぶれるってすげえなと思って。あと、パッド。パッドも、なんか、確かこれ、火炎のパッドがあったと思うので、もし、なくしたって人は注文できます。こんな感じです。なぜ僕がベルを置いてるか、ベルが好きだからです。ということで、もしベル気になる人は、これ多分広島県で置いてるとこないんじゃないかな。もし被りたいなという人は、いつでも置いてあるんで、お気軽に来店予約してお待ちしてます。じゃあ終わります。ちょっと紐調整しようかな。なんか位置があるね。こんなもんか。